テーパリットゴーキャットジムは大のプロボクサー。マハサーラカーム県出身。元 WBA 世界スーパーフライ級王者。ムエタイで約200戦160勝の戦績を挙げてプロボクシングへ転向。2008年1月17日、ノンタブリー県のノンタブリー女子高等学校で、テッパリス新ンワンチャーの名前で、チャナサックスをサムランチャイと両者にとってのデビュー戦を行い、 3回 TKO 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2008年5月23日、アユタヤ県でこの試合がデビュー戦となるチャナサック・ギャットサック・ターニーと対戦し、プロ初黒星となる6回判定負けを喫した。2008年10月17日、バンコクでこの試合がデビュー戦となるサムソン・ソー・タナピン・用と対戦し、2回小勝ちを収め再起を果たした。 2008年12月12日、チャイナート県ノーンマモン群でスリアンポーチャクチャイと対戦し、6回判定負けを喫した。2009年3月30日、ロッブリー県のルータスショッピングセンターでヨーチャンチャイナコンルアンプロモーションと対戦し、6回判定勝ちを収め再起を果たした。2009年12月25日、スパンブリー県 バーンプラーマー君のバーンプラーマー学校で2のエ路とパバフライ級暫定王座決定戦を行い12回3から0の判定勝ちを収めて王座を獲得した2010年3月26日プーケット県のカマラビーチでライアンタンパスと対戦3回 TKO 勝ちを収めて初防衛に成功した2010年5月8日パバフライ級正規王者 天下を1000円買一とのスーパー王座認定に伴い空位となったパバフライ級正規王者に認定された。2010年6月11日、ペッチャブリー県で自身の持つパバフライ級王座と空位の WBO、アジア太平洋フライ級王座をかけマーティンキラキルと対戦し、6回終了 TKO 勝ちを収めパバ王座2度目の防衛。 WBO アジア太平洋王座の獲得に成功した。2010年8月9日、サムットプラーカーン県プラプラデー軍でアニスセウンフィンと対戦し、5回終了 TKO 勝ちを収めて、パワー王座の3度目、WBO アジア太平洋王座発防衛に成功した。2010年9月19日、バンコクのザモール、ショッピングセンターガムーンワンでレミグレノと対戦し、 6回、TKO 勝ちを収めパバオ座ザの4度目の防衛に成功した。2010年10月24日、パトゥムターニー県のワット・チェリホイでアロング・デノイと対戦し、7回 TKO 勝ちを収め、パバオ座ザの5度目の防衛に成功した。2011年2月13日、クラビー県ランター島郡でマイケル・ロドリゲスと対戦し、12回3から0の大差。 判定勝ちを収めパバオーザの6度目の防衛に成功した。試合後、パバオーザを返上、WBO アジア太平洋王座も返上し、スーパーフライ級に転向した。2011年5月1日、ペッチャブリー県ムアンペッチャブリー軍のベンジャマテープーティット大学で、WBA 世界スーパーフライ級暫定王者、ドリアン・フランシスコと対戦し、3回にフランシスコから、 プロキャリア初のダウンを奪った末に12回3から0の判定勝ちを収めて暫定ながら世界初挑戦で王座の獲得に成功した。2011年11月、WBA 世界スーパーフライ級正規王者、清水俊信の休養王座認定と WBA 世界スーパーフライ級暫定王者、テイパリットゴーキャットジムの正規王座認定という決定がなされ、清水が 休養王者にテイパリットが正規王者になったため、この頃にナリスボクシングプロモーションからゴーキャットグループプロモーションズに移籍し、リングネームをテッパリス新ワンチャーからテイパリットゴーキャットジムに改名したと思われる。2011年12月7日、大阪府立体育会館で元 WBA 世界フライ級王者で WBA 世界スーパーフライ級1位のカメダ。 大輝と対戦し、序盤からジャブを中心に、手数というコーダで大輝を圧倒し、12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2012年4月4日、横浜アリーナで、旧養王者の清水俊信と王座統一戦を行い、9回2分15秒、TKO 勝ちを収め王座統一に成功した。2012年9月1日、 住吉スポーツセンターで元 WBA 世界スーパーフライ級王者で WBA 世界スーパーフライ級10位の名城、のぶおと対戦し終盤こそ失速したものの12回にから0の僅差判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した2012年12月31日大田区総合体育館で WBA 世界スーパーフライ級8位河野公平と対戦し 4回に3度のダウンを奪われ、キャリア初の小負けとなる4回2分8秒小負けを喫し4度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2013年3月8日、スラートターニー県キエンサー軍で行われたパバスーパーフライ級暫定王座決定戦で、大防衛サジロと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め、王座を獲得し、再起に成功した。 2013年5月10日、ロップリー・ケンバー・アン・ウィー・軍のワットプノー・イで、ジェッカー・ブハウェとアブコ・スーパー・フライ級暫定王座決定戦を行い、12回、3から0の判定勝ちを収め王座を獲得した。2013年9月、パバ・スーパー・フライ級暫定王座を返上、アブコ・スーパー・フライ級暫定王座も返上し、バンタム級に転向した。二千十三年十月四日、 ナコンラーチャシーマーケンのワットバーンライでこの試合が、デビュー戦となるジュアン・シューソンとアブコ、コンチネンタルバンタム級王座決定戦を行い、5回、TKO 勝ちを収め王座を獲得した。2013年12月27日、ムックダー・ハーン県のインドシナマーケットで、リッキー・モヌフォーとパババンタム級王座決定戦を行い、2回2分38秒小勝ちを収め王座を獲得した。 2014年2月21日、ラオスサワンナ系と県海村ポムイハーン軍のサワン、ベガスホテルカジノでアルビン・バイスと対戦し、9回2分12秒小勝を収め、アブココンチネンタルバンタム級王座の初防衛に成功した。2014年9月25日、一度も防衛戦を行うことなく、パババンタム級王座を返上した。2015年5月12日、 バンコクの国王敬語隊第11中屯地内特設会場でヘンドリック・バロンサイトノンタイトル6回戦を行い3回子勝ちを収めた2015年12月25日チエンマイ県の名城大学でジェミー・ゴーベルとノンタイトル6回戦を行い3から0の判定勝ちを収めた2016年3月27日パンガー県で トミー・セラントノンタイトル12回戦を行い、5回2分22秒小勝ちを収めた。ありがとうございます。